マスはね、保管する際はですね、保存するんだったら、マスのね、軸を切っちゃうんですよ。アルミホイルで包んでですね、で、新聞紙も一緒に包んで、で、冷凍庫に入れとくといいんですよね。瓶蒸しも作りましたよ。自分で何でも作れちゃうもんですからね。皆さんにね、配った時のね、皆さんのね、笑顔。まああれがね、私には忘れられませんね。あの、何ですか、えー、兵庫県の斎藤とかいうね、 あの、バカ知事とね、違いますのでね。桜井先生は独り占めは絶対しませんので。皆さんにきちんとですねえ、お配りしますのでね。あの、言っときますけどね。この斎藤ってやつもですね、まあこれ多分ね、どの道やめざるを得なくなるんでしょうけれどもね、こいつをですね、そもそも知事に押したのは、維新っていうね、腐れ政党維新と、それと、売国政党の自民党なんですよ。なんか今自民党が一生懸命ね、卓上委員会の委員長をやっててましてですね、自民党も頑張ってるじゃないかとか言ってるバカがいるけれども、 お前らアホかと。そもそもその自民党がこのサイトを応援したの、この自民党じゃねえか。本人の資質なんかどうでもいいんですよ、要は。国民の方はそのね、上っ面しか見ないんですよ。もうだからね、この国の国民性で民主主義なんて無理なんですよ。選挙なんて無理だって言ってるのに、やっぱりそれを続けるんですよ。惰性で続けてるんですよね。うん、いやだからね、とんでもない輩でしたね、じゃ すまない話なんですよ。選んだのはあんたたちでしょで、しかもそれを応援したのは腐れ維新と売国自民じゃないかで、それに対しての責任はどうなるんだもうね、本当にどうにもならないんですよね。まあだからね、ずっと言い続けてるけれども、次の人材を作らなきゃいけないと。まあこれね、皆さんにもお話しはしてますけれども、応用感ですね。応用感の方ですけれどもね、まあ今ね、応援する会の方にね、出してもらえるように調整整えてる最中でございます。 応用感の方ですね。で、このね、えー、募集なんですけども、今後10年の日本の政治についてどう思うかっていうのを800文字以上、1600文字以内で書いていただくということですね。まあ、それでね、あの、送られた中からですね、桜井が選んで、これ桜井が全部自分で見ますのでね、自分で見てですね、まあ、この人だったらいいかなっていうのでね、1期生、2期生という形で決めていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。